はい、こんにちは、おたみです。本日はですね、はい、こちら大きい段ボール、はい、開封していきたいと思います。実はね、前回の動画にもあげてるんですが、プレゼントをたくさんいただきまして、前回ね、何箱か開けさせていただいたんですけど、ぜひそちらの動画はこちらからご覧くださいということで、今回はですね、ラスト一番どでかいこちらの段ボールをですね、開けていきたいと思います。早速ですね、開けていきたいと思います。かわいい、あのクワガタのイラストがあります。ありがとうございます。なんかこの方からも事前にご連絡はいただいていて、少しね、何が入ってるかは分かってるんですが、それ以外のものがもう、まさかこんなね、大きいもので届くとは思わずで、びっくりしております。ということで、開けていきたいと思います。じゃ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 ーん、すごいもう、そこが見えないぐらい入ってる。すごい、これはやばいぞ。あ、嬉しい。おたみさん、いつも楽しい動画ありがとう。妻と二人でいつも楽しく見ています。ありがとうございます。この方はね、そうなんですよ、ご夫婦で見てくださっていて、ありがとうございます。すごく嬉しいです多分これはね、事前にご連絡いただいた、はい、ものなので、ちょっと早速開封していきたいと思います。え、待って、なんか全然見えてなかった。すごい、さらにおまけと、すごいなんかね、サプライズって書いてあるすごい、こちらにサプライズ心を燃やすって書いてあります。すごいね。ちょっとサプライズは後ほど開けていきたいと思います。まずね、こちらご連絡いただいたものになりますね。いや、これもね、実は私買いそびれていたものでまさかご連絡いただいてね、いただけるとは思ってもなくてびっくりしました。本当に嬉しい。多分これこの大きさからして皆さんちょっと想像はつくかと思うんですが、そうなんですよ、これはやばいやつですはい、ということでこちらがですね、笑い合う柱たちのアクリルスタンドになります。これね、そう、めちゃくちゃ欲しかったのに買い忘れるっていう。で、こちらがですね、1,2,3,4 はい、5つありますので、ちょっと早速ね、開封していきたいと思います。めちゃくちゃ嬉しい、すごい素敵なプレゼントなんですが、誰が出るでしょうか。いきます。はい、じゃ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 ーん。あーやったー、一発目から牛さん、嬉しいいや、これめちゃくちゃかっこいいよね。この背景もね、フレームっていうんですかね、縁取りもすごいおしゃれなんで、このままね、ちょっと飾れればなと思います。やったー、ありがとうございます。はい、じゃあ2つ目です。せーの、ちゃ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 、あー、かわいい、みつりちゃん嬉しい。いやー、これもかわいいよね、本当にみつりちゃんって。これからね、やっぱ刀鍛冶のね、里編なので、どんどん私もみつりちゃんグッズが増えていきそうです。じゃあ次は、せーの、じゃじゃーん、あ、イグロさんだ、やったみつりちゃんといえばやっぱイグロさんですね。嬉しい、イグロさんもかっこいいもんね。はい、こちらイグロさんです。1つ目いきまーす。せーの、ちゃ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 ーん、あ、サネミン、かっこいい、いいね、このサネミン、めちゃくちゃかっこいい。なんかいつもね、こういうポーズが多いんですけど、フラッと歩いてる感じのサネミンもかっこいいですね。はい、じゃあ最後は、せーの、ちゃ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 ーん、あ、でかえ、むずいさん、めちゃくちゃでかくない？やば。あ、そしてこのね、はい、脇見せびらかしポーズですね。はい、めちゃくちゃいいですはい、ということで、こちらの笑い合う柱のアクリルスタンダーですね。はい、こちらの5名になります。ありがとうございます。お次はですね、おまけ開けていきたいと思います。もうちょっとね、うっすら見えてるんですけどかわいい、ありがとうございます。すごい、まずこちらですね。な、え、なにこれ、マグネットかな。めちゃくちゃかっこいい、牛さんとね、炭治郎の、多分これマグネットかな。いいですね、めちゃくちゃ綺麗です。はい、これちょっと冷蔵庫に貼ろうと思います。そして、すごい、初めて見た、かっこいい。はい、こちらの牛さんの
キーホルダーになります。めちゃくちゃかっこいいです。これ初めて見ました。しかもね、表だけじゃなくて裏面にもいるんですよ。めっちゃかっこいいよね。やばい。あ、これおくるみマスコットゆうさん、ありがとうございます。かわいいよねこれね。あの前回いただいた方のやつももうね、実はここに、あ、ちょっと見えないか、並べてるんですけど、はい、ちょっとこれも一緒に並べたいと思います。あ、一番くじのアクスタですね。はい、嬉しい。ちょっと開けていきますね。はい、じゃあいきますよ。せーの、ほい、あ、ゆうさん、やったー嬉しい、ありがとうございます。ぎゅうさんのアクスタでした。嬉しい。ちょっとぎゅうさん尽くしですね。じゃあこれが、あ、ラストかな。あ、なんだろうこれ、色紙だ。ビジュアル色紙コレクションミニ色紙が全16種類。これも初めて見ました。嬉しい。ラインナップがね、遊郭編のビジュアルと、あとはもう柱とかまぼこ隊とうずいさんのなんかこうポージングの遊郭編のやつですね。いきますよ、せーの、じゃ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 ー、え、めっちゃかっこいい、やばい、え、めちゃくちゃかっこいいんですけど、嬉しいありがとうございます。ちょっとこれもすごいね、名前のとこがすごいキラキラしてるよ、かっこいい。しかもこのね、ミキのこのビジュアルも大好きなので、めちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。やったー。はい、ということでおまけがね、ゆうさん尽くしでした。ありがとうございます。はい、じゃあお次はですね、サプライズということでこちらのね、段ボールに入っていたんですが、こちらをちょっと開封していきたいと思います。じゃじゃーん、めちゃくちゃでかい。これやばいんじゃない。これはやばい。ちょっと待って、溺れちゃう、ちょっとこれはまさかの、じゃ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 ーん、いいんですかこれ、やばくない。8分の1スケールフィギュア煉獄杏寿郎です。やばい、めっちゃかっこいい。ちょっと予想以上のサプライズすぎてびっくりしてます。やば、めちゃめちゃかっこいい。はい、メモがありますね。刀を取り付けるとき気をつけてくださいね。説明書読んでから組み立て推薦アルターギアと並べるといいかも。心燃やせ、ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しい。そう、私アルターの今年の6月にね、あの発売されるギュウさんの予約してるんですけど、めちゃくちゃかっこいい。ちょっと待って、え、これなんかもう開けるのもったいないけど開けますね。いやー、めちゃくちゃ嬉しい、かっこよすぎる。ちょっとここまでかっこいい、ほらこんな横もこんな感じです、箱。はい、で後ろはまあロゴが入ってて、こっちのサイドは名前が入ってます。こんな感じで、上がこんな感じ、炎の、はい、マークになってます。じゃ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 ーん、わ、かっこいい、顔がマジでかっこいい、すごい。中のね、中の、え、これすごいね、中もさ、背景じゃんね、これね。中もほら、こんな感じで取り扱い説明書が入ってましたので、ちょっとこれの通りに組み立てていきたいと思います。すごすぎる。ほら、めちゃくちゃすごくないですか、この炎のエフェクトと、岩っていうか、なんだろう、地面のこの割れた隙間からの炎の感じと、めちゃくちゃすごいです。すごい、やばいね、もう大豆だけでもちょっと大興奮してます。すごすぎる。はい、こちらが刀ですね。さっき召し札、めちゃくちゃかっこいい赤い刀ですね。はい、そして、はい、こちらです。めちゃくちゃかっこいい。え、顔すごいかっこよくない？大服の羽織のね、なびきやばくないですか？躍動感。そして、この髪の毛もね、すごいんですよ。めちゃくちゃかっこいい。やばい。これはやばいですね。かっこよすぎる。いや、髪の毛がすごい。ボリュームがすごい。こんな煉獄さん見たことない私いや、めちゃくちゃすごい。はい、ちゃんと背中に滅の文字も入っております。はい、じゃあちょっと組み立てますね。はい、完
成しました。すごい、めちゃくちゃかっこいい。やばい、どうでしょうか皆さんめちゃくちゃすごくないですか。やばい。はい、ということで今回も素敵なプレゼント本当にたくさんありがとうございました。すべて大切に飾らせていただきたいと思いますので、はい、もう本当にこの度はありがとうございました。ということでプレゼント開封動画以上になります。はい、これからもね、鬼滅愛爆発させて活動していきたいと思いますので、ぜひね、チャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。では次の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。Thank you.